さあもうラブマシーンなので、ビリ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 、ビールをガブ飲みするので、ブクブクに太ってから来いっていうデーモンの扉の前でやりましょうか。よし、ここはもう平和になった、よかったよかった。バローフィールド、はい、バローフィールドに到着です。ここのデーモンの扉が確かそれだったと思いますね。あれ、こっちに緑の点が、無意味だなんて空っぽなんだ。あ、これレディーグレイさんのお姉さんの、人生なんて無意味だ、まだいたんです、ね、分かっただろう、バウアーストーンの市民に真実を伝えるべきだ。あ、それが真実を伝える前に、時が悲しみを癒してくれるというが、そんなのは嘘だ。はい、まあいいや、ここは開けましょうか。ああ、またか、またか、またお前のそのたっぷりと人にどう思う、はい、肉十分、はい、肉、ビール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 飲めない、あれ、悲しみを癒してくれるという、よし、キンキンに冷えてやがる。順調ではない。なんでだ。ああ、やっといい体つきになったようだな。これが見たかったんだ。超えた人間の内側には痩せた人間がいて、常に逃げ出そうとしてるって話を知ってるか。難しすぎてわかりません。わしに言わせりゃ逆だ。痩せたやつの外側にはそいつの内側に入ろうと超えたやつが常に狙っているのさ。はい、さあ入るがいい、さすらいの超えた男よ。さすらいの超えた男。まだ画面が歪んでます。さっきのちょっと実績を確認しましょうか。決して順調ではない、決して順調ではない。これですね、アルビオンの全エリアを探検する、もしくはものすごく太る。あー、それだったのか。え、今肥満マックスなんですか。あ、確かに太ってるように見える。ちょっと酔っ払って歪んで見えますけど、確かに お腹が出てます。さあ入りましょう。古代王国の湖、お、ありますね。いや、ここは落ち着きますね。ウィルマスターエリクサー、例えばエリクサー系も使っておりませんでした。今使っちゃいますか。よし、どうかな、最大値上がったかな。おー、上がってる。ヒットポイント超えてますね。あと、もう一つデーモンの扉開けましょう。確か山賊さんのところだったと思うんですけど、よし、ここのデーモンの扉は、あ、ありました。まだ画面が歪んでますね。こんにちは。なんだ、知らん顔だな。知らん顔だな。一人は勇敢な騎士だ、目もくらむほど。プレート、それから邪悪な魔法使いがいた。闇のローブ、最後は悪党山賊だ。山賊、勇敢な騎士はまだ来ないのか。はい、まずは光のプレートスーツですね。
スーツありました。これでいけるかな。おー、お前か。私だ。あの勇敢なナイトだな。はい。邪悪な魔法使いはまだか。邪悪な魔法使い、闇のウィルローブですね。よし、これです。ああ、お前か。私だ。あの邪悪な魔法使いだな。はい。あの悪党の山賊はまだか。悪党の山賊、山賊さんの格好するのはかなり久々ですね。よし。おお、すごい太ってる。さあ、山賊です。お前か、あの悪どい山賊だな。友よ、よく来た。よく来た。だらしないですね、このお腹は。行きましょう。お、今までと雰囲気が違いますね。雪が積もってますよ。ビリ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 。さあ、何があるかな。ドールマスターのメイス。手先が器用で細部まで行き届く目を持つドールマスターの技術がたった一度だけ武器作りに用いられました。はあ。ダメだ、ダメージが弱いですね。今日はかなり武器が手に入ります。さあ、もう一個、もう一個どこでしたっけ。行きましょう。デーモンの扉、もう一つは、ちょっと、マップで確認しましょうか。大いなる森の警告。あ、あった、ここだ。通行料を支払わなくてはいけません。ここは、大いなる森の警告。ここは、大いなる森から行くのか。もう山賊さん、私も山賊ですよ。まだ酔っ払っているせいか、画面が歪んでますね。飲みすぎましたね。よし。あ、そういえばさっきかなりの経験値ポーションを飲んだので、多分レベルが強さマックスにできるんじゃないかなと思います。どうやら道を間違えたようです。もう一回カリスゲートに戻りましょう。よし。さあ、ここのデーモンの扉です。こんにちは。どうしよう。もしお前が邪悪と呼ぶにふさわしい男で。邪悪ですね。ちょっとスコームレイハイドを通ってた頃に来たかったですが、ここは、手っ取り早く邪悪にする方法があるんです。それが、ちょっと準備しましょうか。この左下に見える、この可愛いアイコン。このひよこなんですけども。これを目の前でかじるだけで、邪悪度が増していくという。ちょっと食べてみましょうか。ほら、一つ食べるとプラス5、5匹ぐらい食べてみましょうか。どうでしょう。しよ、ダメですね。もう5匹。しダメですね。もう5匹。まさに邪悪と呼ぶにふさわしい。15匹。はいはい。また角生えてませんか？大丈夫ですか？あ、まだサークルが出ていますね。よし、あとデーモンの扉は2つで全部のようですよ。さあ、あまり雰囲気が良くないですね。あと2つなんですが、そのうち1つがさっき言ったラブマシンの場所。そしてもう1つがわからないですね。まだ行ってない場所にあるんでしょうか。デーモンの扉の中にしてはとても広いですね。あ、宝箱がありました。また武器かな。武器です。あ、集合モード。これでレア武器は全て手に入ったってことなんでしょうか。ウェローのピックハンマー。ダメージ弱いですね。よし、
こういう集めた武器とか飾れる場所があればいいんですけどね。よし、ではどうしましょう。レベル上げに戻りましょう。はい、英雄ギルドに到着です。あれ、すごい人だよ。あ、いいぞ。今画面が歪んでたからおかしな行動してるように見えたんですね。よし、だらしないな。それにしても行きましょう。さあ、強さ、おお、10万。よし、ヒットポイント上げましょう。そして、これ上げても余りますね。お、すべてマックス。すごいやつだ。ありがとうございます。多分、何かしらのカテゴリーをすべてマックスにすれば、解除されるものだと思います。次、素早さ。上げます。よし、素早さがマックスになりました。あとは、正確さかずるさかという感じではございますけども、正確さにしておきましょう。これで弓のダメージも上がるみたいなんですよね。最近知りました。よく読まないとダメですね。そしてウィル、おお、これも10万ですね。何か使えそうな。マルチストライク、では実績を優先するためにサモンですね。これモンスターを召喚して一緒に戦ってくれるものなんですが、これをマックスにしましょう。よし、マックスにしました。まだまだ余りますね。ではウィルパワーをマックスにしましょう。あれ、1万もう足りないということなんでしょうか。いくら足りないんだ。少し足りないですね。よし、このエンフレームを覚えましょう。よし、マックスにします。あ、間違えた。これ以上上がらないようですね。やはりこれ強力な、これは強力な魔法みたいなので使ってみますか。エンフレーム、おお、これドーンの炎版みたいな感じですね。あと覚えたのがサモン、おお、ワスプなんですね。この召喚したこのモンスターに、倒されたモンスターに変身するんですよ。ではラブマシンになるべくレディーグレイさんの元に行きます。今はちょっと時間が曖昧ですね。夜ですね。では朝にしましょうか。ここの家はあまり家賃は高くないし、ちょっと場所が遠いので自分の家にしてしまいましょう。マイホームにしました。そして寝ましょう。住民が、ごめんなさい、寝ますね。あ、夜になってしまいました。お昼にしましょう。多分これならレディーグレイさんもいると思うんですが、すごい体が、あ、さっき酔ってたせいで歪んで見えたんですけど、こうやって見ると、あ、でもやっぱりだらしないですね。しかし、こう太っていても腹筋がちゃんと割れているのが見えるというのはすごいですよ。ちょっとレディーグレイさんに会う前に着替えちゃいましょう。よし、完璧です。あ、先生どうも、お疲れ様です。ダメだ、レディーグレイさんが失踪しています。しょうがないので他の町で奥さんを作りますか。はい、オークブエル村にやってまいりました。ここでちょっと奥さん作ってラブマシンになりたいと思います。酒場に、あ、なんだなんだこれ、剣が、あ、ダメだ、よし、剣が地面から突き出ている。そしてこの衛兵さんは
剣を持ったふりをしているということは、ああそういうことですね。ではどうしましょうか。結婚しませんか。万歳。結婚指輪をはめたいな。はめたいなってそういうことですか。どういうことですか。結婚指輪。結婚指輪は、ここで売ってるといいんですけども。ありましたね。10個。買えるだけ買う。よーし。君は、なんて素敵なんだ。僕の、何かお返しにあげるべきかな。すごいぞ。一緒に暮らせる場所が欲しい。いいぞ。はい、ではここをマイホームにしちゃいましょう。あ、ここの衛兵さんはどうなったんでしょう。まだ何をくつろいでやがる。さっさとも、あ、このバカ者、相手は俺じゃなくて殺し屋だろうが、さっさと行きやがれ。やはり殺さないとこのクエストは終わらないんですね。いや、じゃあマイホームにしましょう。いえ、はい。二人でチーム。結婚しますか。はい。穏やかな生活っていいな。いいですね、公に同性の結婚が認められてるっていうのは。やあダーリン、やらないか。イエイ。僕たち少し横にならないか。来た。ベッドに行って休もうか。ああいいよ。ああいいよ。やっぱり君は英雄だ。うん、今のが初ベッドインですね。これ10回いい相棒だ、ね、10回やらないとデーモンの扉が開けられないようですね。イエイ。これいいね。やあダーリン。これ1日1回なんでしょうかね。やあダーリン、少し横にならないか。来た。2回目。ベッドに行って休もうか。休もうか。僕たちいい相棒だね。これ骨が折れますね。いいチームだね。イエイ。いいね。イエイ。僕たちいいチームだ、ね。ベッドに行って休もうか。横になって休んだ方がいいな。すごく元気です。僕たちいいチームだ、ね。少し横にならないか。横にならないか。横になって休んだ方がいいな。ベッドに行って休もうか。もう何回目だっけ。5回目ですね。ああ、うん、できると思わなかった。あと5回。あと5回。いいな。はい、ベッドに行って休もうか。休もうか。6回目。あと4回。いいよ。イエイ。休もうか。これいいね。横になって休んだ方がいいな。あれ今何回目だっけ。ステータス、この辺にないですか。スペル、ロマンス、ベッドイン。あ、16回。あれ、いつの間に。よし、じゃあ開けてきましょう。ご協力ありがとうございました。じゃあまた会おう。よし、ついてこい。あ、間違えた。妻からアイアングレードソードをプレゼントされました。幸せなんだ。妻。英雄と一緒に。妻ですね。はい。行きましょう。プレゼントだよ。あ、スチールグレートメイスをプレゼントされました。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと
オアシスに行きます。よし、ここでサモン、さ、倒して、倒していただくとその倒した敵に変身します。お、倒した、山賊さんになった。よし、今度は強い山賊さんにしてもらいましょうって一振りで倒せちゃうので、いや、よし、行きましょう。あ、この山賊さんに変えてもらいましょうか。倒せるかな。あ、何度でも蘇る。強いね、素手で。お、倒した、やったー。お、サモナーのごとく、これが最強なんでしょうか。おー、頼もしい、やったー。よし、はい、どこ、オアシスに行きましょう。あ、新しいウィル使えますか。お、強い、ドンより強い。しかも味方には当たらないというのがまたいいですよ。300。さあ、ここですね。そういえば、あの昔このサモンで、あのこうやって連打して経験値稼いでたのを今思い出しました。さあ、オアシスに到着です。もうもはや私はラブマシンです。さあ、もうラブマシンなので開けてくださいな。よいしょ。これはこれは愛の達人のお出ましじゃないか。はい、お前を通してやる前に一つだけ質問がある。何でしょう。どんな気分、どんな気分だ。最高ですよ、もうそれあれですか、あの今どんな気持ちっていうやつですかお、修道院の廃墟、これアリーナっぽいですね。風の音がすごいです。さあ、宝箱、何が出るかな。またもう武器は出ないと思いますね、全て手に入れたので。お、愛の帽子、今日は帽子と被り物と武器をたくさん手に入れます。おー、ダサいやはりニワトリが一番ですね。しばらく被っておきましょう。ということで、デーモンの扉残り一つ、そして行ける場所のシルバーキーは、あ、もう一箇所、もう一箇所ありますね。シルバーキー取って今日は終わりたいと思います。カリスゲートに到着です。ここのヒッツの石がある場所にシルバーキーがあるみたいです。おー、まとめて倒しちゃいますか。カメラワーク、カメラワーク、危ない、いて。さすがにこのゴーレムさんは硬いですよ。よし、倒した、経験値美味しいですね。4000も入りましたね。よーし、さあ行きましょう。ここですね、アロモリの巨石、ここで釣りをするといいんですけども、ここですもうバルバリンさんがいるすぐ横で釣りしちゃう。よし、シルバーキーゲットです。これで行けるエリアでやり残したことはほとんど終わりました。バルバリンさん、どうやって倒しましょうか。これでいきますか。強いなあれ、逃げてしまいましたね。いや、もう強くなりすぎてしまいましたね。おお、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。まだまだの人形とか、あと本を寄付するクエストがあるんですけど、それはまたメインクエストやるので、またいつかやっていきたいと思います。ということで、かなり長くなってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。よければまた次回も見てくださいね。
お疲れ様です。はっ！